日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら業務スーパーで買ってきた和菓子をいっぱい食べたいと思います。まあこのフライまんじゅうだけは和菓子と呼ぶのかどうかちょっと微妙な部分はありますが、はい、こちら粒あんのもなか、こちらが餅入り、こちらが餅なし、そしてあん餅、草餅、豆大福、あ、違う、こっちが白大福でこっちが豆大福だわ。しっかり覚えてるって感じですよね。ではまずはこちらのもなかから、ちょっとこのままだと中身見えないので開けていきますね。ではあらら、ちょっと壊れちゃってた。これ以上悲劇を増やしたくないのでこのままいきますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。うわ、お餅のボリュームが思ったよりある。これこれ食べきれるかな。結構お腹が膨れてきたかもしれない。この3種類の大福は結構思ったよりお餅が大きくて食べ応えがありましたね。ただお腹に溜まるので一気に食べるのには向かないかもです。まあ15個も一気に食うなっていう話なんですけどね。でその中でも特に草餅がよもぎの香りが効いていて一番美味しかったですね。まあシンプルなやつも豆大福も美味しかったのですが、やっぱり草餅のよもぎの香りには負けるかなといった感じでした。そしてこの餅入りもなかと通常のもなか、やっぱりどちらも同じもなかで、こっちのほうは餅が入ってる分食感も楽しめたましたね。これは純粋に餅が入っているのが美味しかったですね。もちろんなそのまま食べたいという方もいらっしゃると思いますので、その方はこちらの方がいいと思います。でも今回一番気に入ったのはこちらのフライまんじゅうですね。なんかあんドーナツみたいな感じなんですけど、あんドーナツよりもちょっと甘さは控えめで、あまりお砂糖の味はなく、あ、生地のもっちりとした食感を楽しむことができるような、そんな感じでした。中のあんこも結構ぎっしり詰まっていて、甘っ、ほっぱりとした甘さが広がって美味しかったです。あんドーナツが甘い甘いなら、これは甘いとちょっともっちり食感といった感じですね。これが一番美味しかったので、こちらを代表として、こちらの点数とさせていただきます。それでは心待つほど来ないなり、いやいや、いつか来るでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。